はい、それではこんにちは、今回はスタンダード物理ということで斜方投射と運動量に関する問題を扱っていきたいと思います。内容としてはですね、壁や床と小球が、まあ、衝突してですね、小球の軌跡を計算で、予測していきましょうという問題になります。では、早速ですが問題文に移っていきましょう。はい、では水平な床面上で鉛直な壁より L だけ離れた点 A から壁に向かって初速 V0 角度 θ で投げ上げた小球が滑らかな壁面上の点 B に衝突して跳ね返り最高点 H に達した後再び床に落ちたと。衝突の際の反発係数を E とし重力加速度を G とするという問題です。まず括弧1、小球が投げられてから壁に衝突するまでの時間 T1 はいくらですか。衝突した点 B の高さ H は床からどれだけかという問題ですね。はい、ということで、まず点 A から投げ上げられた小球というのはどういった運動をするかといいますと、斜方投射の運動に入っていきます。で、まあ、こちらの図をちょっと見てくださいね。こちらのように初速 V0 で、まあ、投げ上げた時の水平方向の速度っていうのが V0 コサイン θ、 そして鉛直方向の速度っていうのが V0 サイン θ ということになってきます。で、壁までに到達する時間を、まあ、t 秒と置くと水平方向に関しては等速直線運動をします。で、V0 コサイン θ の等速直線運動をしますので、この水平距離っていうのが L、L なので、L イコール V0 コサイン θ かける t という式が成り立ってきます。従いまして、この時間、壁までに壁に衝突するまでの時間というのは t1 イコール v0 コサイン θ 分の l というふうに求めることができます。そして鉛直方向に対してですね、鉛直方向に対しては斜方投射の公式を使って、求めると h イコールマイナス2分の1 dt1 の2乗足す v0、v0 サイン θt1 とかける t1 ということですね。はい、したがって、イコールマイナス2分の 1G カッコの V0 コサインシータ分の L の2乗足す V0 サインシータかける V0 コサインシータ分の L ということで、答えは、はい、ここに関しては V0、V0 消えまして L タンジェントシータマイナス2分の G カッコの V0 コサインシータ分の L の2乗というふうに求めることができます。はい、では次の問題を移っていきましょう。小球が投げられてから最高点 H に達するまでの時間 T2 は、まあ、いくらになるかと。また点 H の高さ、点 H の高さ H は床からどれだけかということですね。はい、ではやっていきましょう。はい、まず壁との衝突の際ですね、壁と平行な速度の成分というのは変化しません。水平成分というのは変化しません。で、なので鉛直方向だけに注目すると、まあ、どういう運動が起こっているかといいますと、最高点ではですね、速度の鉛直成分が、まあ、ゼロになります、ので、ね、ゼロになりますのでね、ゼロイコールマイナス GT2 たす V0 サインシータという形になります。で、まあ、ここでですね、まあ、こう斜方投射をしてですね、点ここで衝突して点 H まで行くんですけれども、ね、ここまで行く時間というのはちょうどですね、ここに壁がなかった時に最高点に達するまでの時間とですね一緒になってくるんですね。ね、壁がなかった場合こういう形で最高点まで到達するんですが、その時にかかる時間と、このようにですね、壁があって壁にまずぶつかってから最高点に行くまでの時間っていうのがですね、これ実は一緒になりますね。はい、いうことでその時間をですね T2 というふうにして置いてやると、0イコールマイナス GT2 プラス V0 サイン θ ということで、まあ、鉛直方向に対してですね、
鉛直方向に対して、投げ上げ運動の速度の公式ですね、使ってやりますと T2 というのが G 分の V03C だというふうに求めることができます。したがって点 H の高さ H っていうのは床からどれだけなのかということですが、はい、これは鉛直方向に対して距離の公式ですね、等加速度直線運動の距離の公式を代入してあげるとマイナス2分の1 GT2 の2乗プラス V03C だ T2 ということで、ここの T2 に先ほど最高点までの時間ということで求めてあったものをですね代入してやるとマイナス2分の1 G カッコの G 分の V03θ の2乗足す G 分の V03θ の2乗イコール 2G 分の V0 の2乗 sin の2乗 θ と、まあ、いうふうにですね求めることができます。はい、では次カッコ3番です。最高点に達する前に壁に衝突するために V0 が満たすべき条件は何かということですね。最高点に達する前に壁に衝突する、はい、ということはどういうことなのかということですね。はい、これはどういうことかと言いますと、まあ、先ほど T2 求めましたよね。 T2 って何かというと最高点 H に達するまでの時間でしたよね。 T2 っていうのはで、カッコ1においてはですねこの壁に衝突するまでの時間っていうのを求めました。ヒントですね、その壁に衝突するまでの時間とこの最高点に達するまでの時間がどのような関係であればこれを満たすことができますか。はい、そうですよね。 T1 ね、 T1 が T2 よりも T1 っていうのをこの壁に衝突するまでの時間っていうのが最高点に達するまでの時間よりも小さければいいんですよね。したがって V0 コサインシータ分の L っていうのが G 分の V0 サインシータよりも小さければいいというふうな条件が必要になってくるので、はい、これを解きますと、サインシータコサインシータ分の GL が、まあ、V0 の2乗よりも小さいと計算するとね、よって、この V0 っていうのがルートの3ルートのサインシータコサインシータ分の GL よりも大きいですよと、まあ、いう条件がですね、出てくるということになります。はい、では次いきます。跳ね返った小球が床上に落ちた点は壁からどれだけ離れた距離にあるかという問題になります。まず投げ出されてから床に落ちるまでの時間を投げ出されてから床に落ちるまでの時間を T3 とします。鉛直方向は一つの投げ上げ運動に過ぎないので、はい、投げ出されてから床に落ちるまでの時間を T3 とすると鉛直方向は一つの投げ上げ運動に鉛直方向は一つの投げ上げ運動に過ぎませんので、ね、T3 イコール 2T2 イコール G 分の 2V03C だと、まあ、いうふうになっていきます。ね、最高点に行くまでの時間っていうのがですね、まあ、この普通に斜方投射した時の最高点に達するまでの時間と同じということでやったので、まあ、それの2倍分ですね。またこの小球が床に戻ってくるまではそれの2倍分、ね、床に落ちるまで時間がかかることになってきます。はい、で跳ね返った小球が床に落ちた点っていうで落ちた点を、まあ、求めるのにですね、それをそこに至るまでの時間っていうのを求める必要があります。で、その時間っていうのはですね、ね、この先ほど求めた T2 の2倍ということで、まあ、求めましょうということになります。はい、で衝突後ですね、床に落下するまでの時間、衝突後床に落下するまでの時間というのはね、床に落下するまでの時間っていうのは T3 ね、マイナス T1 という形になってきます、ね、こっからこう壁にぶち当たって床に落ちてくるまでの時間っていうのはですね、ここの、まあ、この壁よりも向こうの軌跡と対照的なね、運動になってきますんで、ね、
衝突してから床に達するまでの時間というのは T3-T1 ですよね。T3-T1 っていうのが、まあ、衝突後床に落下するまでの時間ということになります。で、水平方向に着目していくと、まあ、衝突した後のですね、水平成分というのは、水平成分というのは EV0 コサンシータに変わってくるわけですよね。まあ、それに対して壁と平行な成分である V03 シータというのはね、別に反発係数が掛け算されるっていうことはなかったわけですよね。なので、こういう形で対照的な運動だっていうふうに考えられたわけですね。まあ、それがですね、この、まあ、鉛直方向に対してはね、それが水平成分 が途中で多分変わってしまうとですね、水平成分がね、途中が変わってしまうと、ね、X 成分で物事を考えられなくなってくるんですね。はい。だ今までは、鉛直方向に対してだけですね、物事を考えていたので、こういうふうな対象の運動だっていうことで解析できてきたわけですね。で、そうするとですね、この水平方向に着目すると、ね、T3-T1、ね、こっからここまでに達するまでの時間というのが T3-T1 と。ね、で、水平成分の速度というのは変わりませんから、ね、EV0 コサインシータの X 水平成分から見るとですね、 EV0 コサインシータの等速直線運動になってくると。で、時間は T3-T1 ということになってきます。従いまして、イコール EV0 コサインシータ G 分の 2V0 サインシータマイナス V0 コサインシータ分の L ということで、はい、G 分の 2EV0 の2乗サインシータコサインシータマイナス EL ということで、イコール E かける G 分の V0 の2乗、サインの 2θ マイナス L という形になっていきます。はい、ということで、今回の講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。